皆さんこんにちは。今日はリクエストが多かったキュウリのキュウちゃんと手作りの鶏ハムの作り方をご紹介したいと思います。まずは鶏ハムからやっちゃいます。鶏ハムはねめっちゃ簡単だから、ほら見て、国内産若鶏胸肉めっちゃ安くない？おこういうの買ってきて、お好みなんだけど、この鶏皮をこのまま使ってもいいし取ってもいいし、うちは取ります。こういう感じで。鶏皮はお姉ちゃんは好きなんだけど、ミーミーはそんなに好きじゃないので取っちゃいます。そしてジップロックでも何でもいいんだけど、私はいつもジップロックよりこのキッチンパックビニール袋を使ってます。これは100円ショップで買ってます。ちょっと今手を汚したくないので、これをこれ大体何グラムか参考に測ってみるね。まあ278ですね。まあ大体いつもは測りません。必要なのは砂糖と塩。砂糖はうちは黒砂糖を使ってます。黒糖はいつも業務スーパー、新潟のチャレンジャーってとこなんだけど、そこで買ってます。これね1キロで確かね450円ぐらいだったと思うんですよ。めちゃ安い。普通ね1キロ黒糖買うと多分1000円は超えると思います。白砂糖よりは高いけど、でも私はもうね白砂糖は何年も買ってないです。なんでかっていうと、黒砂糖の方がカリウムとかカルシウムとか鉄とかミネラルが豊富に含まれてるんですって。だからまあどうせ使うならそっちの方がいいかなっていうことですね。あとね、砂糖きび 100% だから、なんだろう、こう風味にコクがあるっていうか、すごいね美味しくなるんですよ。ただデメリットとしては食べ物が黒くなるだからこれから作る鶏ハムも白砂糖でやれば白くって綺麗な鶏ハムになるし、うちみたいに黒砂糖でやると黒くなります。うちはだいたい大さじ1杯、ハムもね砂糖入ってるんだよね。でこれは笹川流れの藻塩で、新潟にね笹川流れっていうあの海があるんですよ。そこの塩、これがすごく美味しくて、私はもうリピートずっとしてます、何年も。これを小さじ2杯、まあね適当なんですよね、こうやってね。あとはもみもみ。そうだ、そんで忘れてた、この皮もこれね一緒に入れちゃいます。まあ大体ね均一になったら、これは後で冷蔵庫に入れます。今日は鶏の胸肉もう1枚あるので、これも今度は塩麹につけたいと思います。塩麹ってすごい体にいいらしいんですよ、この発酵食品。これきゅうりもあの斜めとかにわーって切って、で塩麹につけとくとすごい美味しくなります。これも大体 300g ぐらいですね。人それぞれなんですけど好みの味は、私はなんか大さじ2杯だとちょっと足りないなって思うので、私は大さじ2杯とあとちょっととか入れてます。もみもみってして、人によっては鶏の胸肉をくるくるって巻いてラップで包んでちゃんと丸い形にしてるレシピとかもあるんだけど、私結構めんどくさがり屋さんなんですよ。なのでもう丸めたりしません、もうこのまま。これで一晩冷蔵庫につけておきます。続きは明日やります。じゃあ次はキュウリのキュウちゃん。私はいつもクックパッドを参考にしてるんですよ。月に300円ぐらい払うとランキングが見れるので、だいたいこうランキングの高いレシピっていうのは失敗がないんですよ。美味しいレシピばっかりなので、それを参考にしてまた自分でアレンジしちゃう場合もよくあります。今回はヤミタさんのレシピを参考に作らせていただきます。材料はこちらです。きゅうりだいたい1キロぐらい、あと生姜、私生姜の保存は買ってくるとこういうタッパとか瓶とかの中に生姜を入れて水に入れとくんですよ。でこれね、できれば毎日水を変えた方がいいです。であと酢と醤油と塩。きゅうりのきゅうちゃん、まあ、食べたいぐらいの大きさに切ります。これね、お隣さんからもらったんですよ。曲がったきゅうりも美味しそう。じゃあ切りました。そしたら塩を小さじ2杯入れて、まあ、ちょっとこうまんべんなく塩を振りかけたら、このままね30分置きます。いやーほんとこのボールいいわもうねしつこいぐらい紹介したい。二
新潟の三条で作られてるボール、本当に おすすめ。これがね27センチで、こっちが30センチ、6リットル入るんだね。でほら電子レンジも OK でしょ。これめちゃめちゃおすすめなんだけど、まあオーブンで使えないけど、別にボールオーブン使わないし。30分置くのは水分を出して後で水を切るためです。その間にお鍋に調味料を入れて準備をします。醤油は300、めっちゃ多いよね。でもねこの分量でやるとね、正直だいぶ汁が余ります。でもね汁が余ったら、こちらの動画では親子丼を作ったし、なんか煮物に使ったり、あとね2回目のキューちゃんも実はね私作ったことあります。なのでそういう感じで再利用するといいと思います。じゃあ300、じゃあ砂糖200入れます。で次酢が 50cc 入れます。生姜はレシピだと20から 30g って書いてあって、これが今ね 21g の生姜でも、うちは生姜たっぷりがいいんですよ。なのでこんなに入れちゃいます。私キューちゃんのこのタレにね、もう生姜だけを煮ても全然美味しいと思います。生姜ね皮むいてない私は。でもねこんだけ入れると相当辛くなると思います。今回はちょっと大人向きの味なので、子供が食べる時とかは生姜は少なめにしてください。うちはねこんぐらいだったら子供も食べれます。生姜の香りがすごくいい匂い、癒されるわ。でこれね全部私はいつも千切りにするときは薄切りにスライスしてから、こっから順番に細切りにしていきます。包丁のさ、この添える手が本当はこうなんだよね。でも私ねこうなっちゃってるんです、癖で。ではなんか30分ぐらい経っちゃったんで、火をつけてこのさっきの調味料沸騰させます。見てほら砂糖がまだ固まってるので、これをね沸騰させて溶かします。その間にきゅうりの水気が出たと思うので、ほら置いてただけでこんなに出た。ギューってやって、なんとなくこうやって水分を取ります。ギュー、じゃ沸騰してきたら完全に溶けてなくてももう入れちゃいます。きゅうりと生姜を入れます。でこうやって汁につけて、で再沸騰するまで待ちます。火は中火ぐらいでいいかなと思ってます。美味しそうだねもうこの時点で。いやいい匂い、この甘じょっぱい香りと生姜の香りがもう最高。いい匂い。沸騰ほらしてきましたので火を止めます。そしたらこのまま 2,30 分放置します。はい、今ね 2,30 分どころではなくて、お昼ご飯食べたり買い物行ったりして2時間ぐらいは過ぎました。でもねいいんです、時間長くても一回冷めるっていうことがポイントなので。そしたらねもう一回火をつけます。そしてまた沸騰するまで待ちます。このねヤミタさんのレシピでは本当は沸騰する前に一回このきゅうりと生姜を取り出すんですけど、私の場合はそういうのはしません。で沸騰したので火を止めます。終わり。あとは冷めたら容器に入れて冷蔵庫に入れるんですけど、私はねこれ、これも取り出しやすいでしょ、パッと取れる。このね食器を置いてるラックがねすごく便利なんですよ。その時の動画はこちらです。いわきのパック&レンジっていうこの容器を使ってて、汁もね一緒に。はい、こんな感じでキュウリのキュウちゃんできました。あとね味がもうしっかり染み込んだらこの汁ちょっと取って使ったりもします。はい、今ね6時間ぐらい経ちました。だいぶ味が染み込んできたんですよ。それで今夕ご飯の時間になって、ちょっとねこのお肉と玉ねぎをこの汁で煮たいと思います。ちょっとこっちに移動させて、
今お肉をボウルに入れたので中にこの汁を入れます。じゃばーでね、ちょっとつけます。玉ねぎをスライスしたのでもうこれも入れちゃいます。これは全くのオリジナルです。ちょっと玉ねぎ足しました。ちなみに肉は 450g で玉ねぎは中くらいのが2つです。これでちょっとね15分ぐらい置きますか。これ15分ぐらい置くとか言ってお姉ちゃんに呼ばれてなんか結局30分ぐらい放置してました。では焼きます。わー焼くっていうか煮るっていうか初めて作るんだけどいつもねこうやってこうしたら美味しいかなと思ってやってます。名付けてなんだろうこれ、キュウちゃんの汁で作ってるから牛丼じゃなくてトン丼だからキュウトン丼ってのはどうミーミーママのキュウトン丼どう。ちょっと煮えてきたからピーマンも入れちゃいますよ。彩りでね人参も入れようかと思ったけどとりあえず今日はやめました。ちょっと味見しますよ。もっけん、これきゅうりのきゅうちゃんの汁だけ、他に何にも入れなくても美味しい。だから汁多めでいいですね。うん、で多めにしてこれ作ってください。キュウトン丼できました。はい、大人の人はねラー油をかけると美味しいと思いますよ。こうやってねいただきます。これねご飯は玄米です。どれ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 、うん、どう美味しい。やったー。うーん、こちらが一晩置いた鶏肉です。そしてもうお湯を沸かしているのでこれただの水です。ブクブク沸騰したらこのまま入れちゃいます。もう一回再沸騰するまで待ちます。じゃあ再沸騰したので蓋をして火を止めます。はい、これで OK。 あとは冷めるまで放置です。まあ多分ね1時間ぐらい経てば 中に火が通ると思うんですけど、私はこのまま買い物に行ったり違うことをしたりしてすっごいもう冷めた状態で取り出すことが多いです。なかなか元気と。じゃあ放置で、私ちょっと出かけてきます。さてあれからもうね6時間ぐらい経ちましたよ。大丈夫放置してもね。これとこれさあ切ってみますか。これが塩と砂糖で漬けた方ですね。こんな感じ。あ、皮張り付いてるまず最初にこう真ん中開いて火が通ってるかなって見るといいと思います。これはもう6時間ぐらい経ってるので絶対火が通ってるって分かってるんですけど、1時間ぐらいとかだったらねちょっと確認するといいと思います。まあ、切り方は自由ですね。厚さも自由です。私はなんかちょっと厚みがあるのが好きなのでこういう感じで切っていきます。薄く切ってもいいです。でこの皮もちょっと食べやすく小さく切って、うちはお姉ちゃんが食べてます。じゃあ次こっちは塩麹で漬けた方です。ほらこんな感じで塩麹もうついたままで大丈夫。私は切り方は本当に自由でお願いします。いつもこの鶏ハムを作るとこのいわきのタック&レンジっていうお皿に入れてこうやって冷蔵庫で保存してます。そしてこの皮も適当な大きさに切って一緒に取っておきます。ね、OK。今日はね本当に冷蔵庫が空っぽな状態でありもので作ったっていう感じだから、本当にこういう時にきゅうりのきゅうちゃんと鶏ハムがあると夕ご飯助かるんですよ。大人は生姜たっぷりにしこれをねご飯のお供にして食べましょう。これはまあ好みがあるのでとりあえず、で本当にもう時間がないって時にこれがあるとおかずになるんですよ。 OK。 いただきます。お腹すいてきた。
てめっちゃ長く。よし。まず鶏ハムから塩麹のね。食べちゃった。うんうん。美味しいよね。美味しい。ちょうどいい味。カレー味。あ、そうそう。それは卵とキャベツの炒め物なんだけど、コンソメとカレーで味付けしてるの。美味しい？美味しいわ。次は砂糖と醤油で漬けた鶏ハム食べるよ。うん、ちょうどいい。美味しいね。ミミはどっちが好き？黒い方。醤油と砂糖の方だね。鶏ハムはちょっと味濃いめだけど、ご飯のお供とかにちょうどいいし、あとスープに入れたりサラダに入れたり、いろいろ使い道はあります。トゥちゃんはね、もうさっき食べたんですよ。めちゃめちゃ美味しかった。キューちゃんもご飯のお供にはグッドです。ちなみに今日の夕ご飯はこのピーマンとちくわのきんぴらと卵とキャベツのカレー炒めです。はい、午後に行ってくる。おー、ご飯が進むですね。今回は手作りの鶏ハムとキュウリのキューちゃんのレシピをご紹介させていただきました。うちはこの2つを結構よく作ってすごく大活躍してます。よかったら作ってみてください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。この動画がいいなと思った方や、このレシピ作ってみようと思った方、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。では次の動画も楽しみにしていてください。バイバーイ。